昔から人類が気になり続けていた一つの疑問私たちはどこから来たのかそしてこの質問に対する答えは数百年前までは光荒れでした現在では宇宙の誕生がビッグバンであることが当たり前になっていますがわずか数百年前までは宇宙の誕生はビッグバンではなく創造論だったのですしかし科学と技術が発達するにつれこの宇宙は神が作ったのではなくビッグバンというものが起こって 始始まったという話が出始め、宇宙マイクロ波背景放射宇宙の水素とヘリウムの質量比エントロピーの法則などビッグバン宇宙論を裏付ける証拠が発見され 宇宙の始まりがビッグバンであるというのは一つの常識にもなりましたそして人類はビッグバンの証拠を探すため宇宙の真相を突き止めるため2021年12月25日世界最大の宇宙望遠鏡ジェイムズ・ウェップ宇宙望遠鏡を打ち上げますジェイムズ・ウェップ宇宙望遠鏡は今まで見ることのできなかった宇宙の情報を地球に伝えてくれ人類の宇宙研究に大きく携わっているのです ところが2月ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡から信じがたい衝撃的な写真が数枚送られてきましたその写真はこれまで真実だと信じてきたビッグバン宇宙論では絶対に出てこないむしろ出てはいけないような写真だったのですそしてこの衝撃的な観測結果に天文学会をはじめとする多くの学者たちは衝撃に包まれます私たちがこれまで信じてきたビッグバン宇宙論が揺らいでしまうのではないかと考えたためです ではジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡から送られてきた写真に一体何が写っていたのでしょうか真実だと信じてきたビッグバン宇宙論は間違っていたのでしょうか今回のテーマビッグバン宇宙論を揺るがす驚くべき発見早速始めていきましょう実際に宇宙の誕生についての理論は これままで様々なものが存在ししていました神が天地を創造したという想像論から紀元前数千年前から1万年前の間に世界が創造されたとする若い地球説科学的に明らかになった地球と宇宙の年齢は認めますが 長い期間にわたってさまざまな生命体が創造されたという古い地球説など年代や順序またはその方法をどう理解するかによって多様な創造論が存在すするのですこのような創造論はキリスト教で多く使われているのでデタラメで非科学的だと批判される場合が多いですが信憑性のある理論だと認めてもらえるよう単に聖書の本文から証拠を探すのではなく説明のため話を組み立ててみたり 科学的ににも認められるようにと努力してきましした。しかし宇宙の起源地球の形成生命体の誕生主文化など現代科学において最も重要な論点の核心を説明することはできず想像論は宇宙誕生から次第に外れていきます。そして1927年ベルギーのルーベン・カトリック大学のジョルジュル・メートルがアインシュタイン方程式で宇宙が膨張するということを数学的に証明し ビッグバン理論の先駆者となりました。しかし一つの点が原因不明の大爆発を起こしこの広大な宇宙が誕生したというのは想像論の光ありを連想させるためあまり多くの支持は得られませんでしたさらにこの発見をしたるメートルが祭祀であることもビッグバン理論が支持されない理由の一つだったのでしたしかし時が流れハッブルが遠くにある銀河が宇宙の膨張によって遠ざかっているという証拠 赤方を発見したことにによってビッグバン理論は次第に指示され始めますこの過程で宇宙が膨張する事実は受け入れるがビッグバン理論は受け入れられないという科学者フレッド・ホイールが膨張した真空を埋めるために人が観測できないほど小さい水素原子が自然に生成されるという定常宇宙論を提唱しましたがビッグバン理論最大の証拠である宇宙マイクロ波背景放射が観測され 現在宇宙誕生理論において最も有力なのはビッグバン理論と言われていますこうして長い間ビッグバン理論が宇宙誕生理論の有力な説として認められ多くの天文学者たちは宇宙誕生の謎を明かすため研究を始めましたところが宇宙の謎を解くため打ち上げられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がある写真を送ってきたのですこの写真によるとこれまで信じてきたビッグバン理論が崩れ 対立していた定常宇宙論が再び有力になるかもしれないというのです果たして何が理由で完璧だったビッグバン理論が揺らいでしまったのでしょうか科学界に衝撃を与えたジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡の写真は国際的な科学誌ネイチャーに掲載されました記事によると天文学者たちはジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡を通して 地球から非常に離れている銀河6つを新たに観測したといいます。どれだけ遠く離れているのかを確認できる仕様の赤方偏移の値を見ると、その値はなんと7から9、つまりこの天体は今から、約131億年から133億年前に誕生した非常に古い、そして宇宙誕生直後の5億から7億年で誕生した赤ちゃん銀河だったのでした。古い銀河を発見したことはすごいですが、 そここままででで衝撃的なことではありませんでしたしかし UCLA のトーマス教授率いる国際天文学研究チームは宇宙が作られてから約3億5,000年ほど経った時期の銀河である G12 を観測ししたたのでした古い銀河はビッグバン直後の宇宙の環境を見ることができるため学術的にも非常に重要な証拠になりますが科学者たちを驚かせたのはそれだけではありませんでした。 今回発見された銀河 GNZ11 が予想より明るすぎたのですでは明るいのが一体何の関係があるのか皆さんはこのような考えをしたことがありますか実際に行ったことがあるのは月しかないのに遠くの星のの星重さはどう測るのか確かか確におかしいまだに近くにある火星についても探査機を送り情報を得ているのに100億光年遠く離れている星の質量をどう調べるのでしょうか単に目で見て大体で測るのでしょうか 当然、科学者がそのような方法で研究するわけはなく、実際には驚きの方法で質量を測定すると言います。それは、星がどれだけ明るく光っているかです。では、星の輝きと星の質量に何の関係があるのか。太陽のような恒星は、今も毎分毎秒、膨大な水素を燃やしながら光を放っています。ところが、もしこの太陽が今より数十倍大きくなったらどうなるのでしょうか。 太陽が大きくなるにつれ質量も増加し内部の圧力も増えながら太陽は水素核融合だけではなくヘリウムリチウムでも核融合が可能になるかもしれませんそして核融合過程がより多く活発に起きるにつれ太陽が放つ光の量と明るさもはるかに強くなるでしょうこうしてどの星がどれほどの光を放つかによっていくら遠く離れている星でも その星の質量を測定することができるのですそしてこのやり方によって今回ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が発見した初期銀河6個の質量を計算したところなんと太陽の100億倍という値が出ましたその中で最も重いのは太陽質量の1000億倍を超えるものもありましたではこれがなぜ数枚の写真によってビッグバン理論まで崩れてしまうと騒がれているのでしょうか問題はこれらの初期銀河が 宇宙が誕生したたばかりの時点で現れたということでした。この広大な宇宙に太陽の質量を超える天体は多いですが宇宙が誕生してわずか5億年ほどしか経っていない状態では。 ここまで巨大な銀河は作れないというのです。従来のモデルとシミュレーションでは全く予想もつかなかった数値で、宇宙初期には比較的小さな銀河が作られるだろうという予想とは違い、すでに昔から大きな銀河がたくさん存在していたということです。そしてこの事実は古くからあった、昔も今も宇宙の大きさは変わらないという静的宇宙を、また何もなかった空間に突然水素が生まれたという、定常宇宙論を連想させました。 そうでなければ宇宙誕生から5億年でこれほどの大きさの銀河が形成されはしないからですでは果たして学者たちが長い間信じてきたビッグバン理論は間違っていたのでしょうかフレッドホイールが提唱した定常宇宙論が再び登場するのでしょうか結論から話すと未だにビッグバン理論は有力な説ですビッグバン理論は間違っておらず このおかしな現象もすべて科学的に説明が可能ですこのようなハプニングが起こったのは学者たちの計算方法に問題があったのでした先ほど述べたように遠く離れた銀河の質量を求める際その銀河が放つ光をまず測定しますそして測定した結果値をもとにこの場合はこうだったあの場合はああだったという今までの測定を通して積み上げてきた銀河の光と質量の関係である 初期質量関数または IMF というものに入れ、結果を計算します。測定した結果にどの初期質量関数を適用するかによって、銀河の質量は千差万別に変わることになります。例えば、ある銀河は質量が軽く、暗い光を放つ星100個で構成されているかもしれないし、または質量が重く、とてつもなく明るい光を放つ星1個で構成されているかもしれません。 しかし幸いこれまで測定してきた銀河は全て似たような分布をしておりそれによって現在はある程度確立された初期質量関数を使用することになりますしかしここで重要なのは果たしてビッグバン初期の宇宙と現在の宇宙の構成が同じまたは似ていたと言えるのでしょうかビッグバン直後の初期の宇宙ではまだ活発な化学反応が起きておらず 宇宙にはせいぜいぜ水素とヘリウムしか存在していなかかったと考えられます。しかし時間が経つにつれて担いきれないほど多くの星が誕生して消えながらますます重い元素を誕生させこれは当然ながら宇宙の科学組織に影響を及ぼしたと言えます。それによって今は例として1つの銀河に暗い星100個明るい星10個という規則がありますが昔は暗い星1000個明るい星1個なのか 暗い星0個明るい星星個個明るななののかかかは誰にも分からなかったのですつまり今回ジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡が捉えた銀河を現在の初期質量関数で考えるとその値は信じられない値でありそのため従来のビッグバン理論には合わないおかしな値が出たのでした結論から言うとビッグバン理論は今も有力でここで私たちが得られるのは遠く離れた銀河を研究する時には 新しいい初期質量関数が必要だととうことです。そしてそれによって私たちは今まで誤って考えていた部分をすぐに正し再び宇宙の誕生と謎について研究していくのです昔から宇宙の起源地球の形成生命体の誕生主文化など小さなことから大きなことまで全てを知りたがった人類科学が発展するにつれてこの宇宙はビッグバンというものを通じて誕生しこれによって地球も形成され その地球に生命体が誕生したということまで突き止めました今回のジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡が観測したものが固く信じてきたビッグバン理論を揺るがすようにも見えましたが結果的にはビッグバン理論をさらに強く固めたのでしたある人物はビッグバン理論が絶対に正しいというのを前提に今回の観測結果を当てはめたのではないかという人もいますしかしこれまであった数多くの理論は常にこのように否定されたりもし 最終的には正しい方向へと進んでいきましたもしビッグバン理論が結局間違った理論だったとしてもこのような努力を続けていれば人類は宇宙誕生の謎を解き明かすことができるでしょうビッグバン理論を否定するために作られた定常宇宙論がむしろ天文学研究に大きな影響を及ぼしたようにです重要なものは一つですこの宇宙はどう作られたのか物理学と天文学に大きな影響を与えた天才科学者 アルベルト・アインシュタインは言いました「神がどうやってこの世界を創造したのかが知りたい」「あれやこれやの現象だの元素のスペクトルだのに興味はない」「私が知りたいのは神の思考」以上「部屋の隅の科学」でした。